はいどうもポッカメと申します。あんなとこに蝶がいますね。かなりちっちゃいですが特徴的な模様をしてます。ちょっと近づいてみましょう。はい、この美しい模様の蝶、多分見たことはあるんじゃないでしょうか。この蝶の名前はウラナミシジミです。ウラナミシジミ、そう、見ての通り羽の裏が茶色と白の波打つような模様のシジミ蝶の仲間です。わかりやすいネーミングですね。ウラナミシジミは南方系の蝶ですが、夏から秋にかけてどんどん生息域を北に広げていくので、北海道を含む全国で見ることができます。ただし関東以北や日本海側など寒い地域では冬が越せずに死滅してしまうみたいです。魚で言えば死滅回遊みたいな感じですね。一方、南西諸島や九州など温暖な地域には定住しているようです。幼虫は大豆、クズなどどこにでもあるマメ科の植物を食べます。移動性も高いのでどこでもよく見られる普通種ですね。多分近くの公園とか原っぱに行けば簡単に見つかると思うので、ぜひ探してみてください。シジミ蝶の仲間は以前外来種のクロマダラソテツシジミを紹介しました。ぜひそちらの動画も見てほしいんですが、他にもヤマトシジミとかツバメシジミとか身近な蝶が多いですね。ウラナミシジミ属は現在ウラナミシジミ一種のみとされていて、国内に似たような種類もいないので、他の種類と間違えてしまうようなことは多分ないと思います。シジミ蝶の模様は種類によってかなり違いますが、皆さんツバメシジミ、クロマダラソテツシジミ、そしてウラナミシジミの共通点に気づきませんか？この3種みんな後ろ羽の端っこがオレンジ色になっていて、謎の突起がぴょこっと出てるんですよね。シジミ蝶の仲間には他にもこういう突起が出てる種類がいくつかいます。ヤマトシジミにはないですね。この突起、人の目から見ればおしゃれで可愛い感じがしますが、それだけではないはずですね。一体なんでこんなものがついているのか、何の役に立っているのか、ちょっと考えてみてください。これはさっきとは別の個体です。羽の表側は淡い紫色で黒っぽく縁取られてます。メスはこの縁取りが大きくて全体的に黒ずんでいるような印象を受けますね。この子はメスです。そしてお気づきでしょうか、この子右の羽が欠けていて尾状突起がなくなっちゃってるんですよね。クモとかカマキリとか小鳥なんかにやられちゃったんでしょうか。痛々しいですが、これでも問題なく元気に飛んでます。皆さんここからなんとなく突起が何の役に立っているのか想像できませんか？まあもちろん役割が一つとは限りませんし、真実は分かりませんが、この突起、捕食を回避して生存率を上げるのに役立っているという説があります。どういうことかというと、この突起とオレンジ色の部分の斑点、なんとなく頭がもう一つあるように見えませんか？捕食者から頭を攻撃されると、もしヒットしてしまったらもう逃げることもできず一巻の終わりですよね。でももしあんまり目の良くない捕食者がこの羽の端っこを頭だと思ってこっちを攻撃してくれたら致命傷にはならず、この蝶のように羽の一部が損傷するだけで生き残ることができるかもしれませんよね。つまりあえて目立つ偽の頭を用意して敵を騙して逃げているという説があるんですね。なかなか面白いですね。皆さんもシジミ蝶を見かけたら羽が欠けていないか確認してみてください。もし突起がなくなっていたら危機一髪で修羅場をくぐり抜けた猛者かもしれないです。称えてあげましょう。よくやった。この子はまだ美しい羽が丸々残ってます。運がいいのか逃げるのがうまいのか、それともまだ成虫になりたてなのか、どうなんでしょうね。羽の付け根から先まで全視長は2センチ弱といったところです。ヤマトシジミよりは一回り大きくて飛ぶ速さも速いです。お腹は真っ白で可愛らしいですね。身近な蝶だけど改めて見ると美しい。そして一つ一つの生き物に様々な個性とドラマが詰まってるんですね。というわけでこのチャンネルではそんな身近な生き物たちの面白さを伝えていけたらいいなと思ってます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。